イギリス公共放送 BBC は28日、ファーストリテイリングの柳井忠代表取締役会長兼社長がユニクロ製品に中国・新疆ウイグル自治区の綿花は使っていないと発言したと報じました。中国では SNS 上で不買運動を呼びかけるなど批判の声が上がっています。柳井会長はこれまで新疆産の綿花をめぐる問題について、 政治的な質問にはノーコメントとしていましたが、今回初めて新共さんの綿花を使っていないことを明言した形です。この発言に対し、中国の SNS 上では、もう買わない、ユニクロは倒産しろ、中国市場から出ていけなど、非難するコメントが殺到していて、関連記事の閲覧数はすでに1億回に達しています。北京市民は、北京市民、ユニクロの品質は良いと思いますが、 新疆の綿花を使わない以上これからはあまり選びませんユニクロが新疆の綿花を使わないならもう来ません国産ブランドを支持します新疆ウイグル自治区産の綿花をめぐってはウイグル族に対し名花畑や工場などで強制労働をさせるなどの人権侵害が行われていると指摘されており アメリカ政府は2021年から新疆ウイグル自治区で生産されたすべての綿製品の輸入を禁止しています。ユニクロは中国に900店以上出店していて、今回の発言が中国国内での販売にどのような影響を及ぼすのか注目されます。一方、中国外務省は29日の定例会見で、新疆ウイグル自治区の綿花は世界で最も良い綿花の一つだとした上で、 関係企業が政治的な圧力や妨害を排除し、独立して自分たちの利益にかなう決定を下すよう希望すると、不快感を示しました。